皆さん、こんにちは。今日も元気にネペンテスを紹介していきますよ。変わった形をしているな。これはネペンテススキー。ラフレシアーナとシグヤエンシスのハイブリッド。丸っこい形と全体的に茶色いのが特徴。そしてこの胸毛のひだひだ。ズームイン。毛というより本当にひだだね。それでは口の周りを見ていこう。すごい、ノコギリのようなお口。こんな口に噛みつかれたらひとたまりもない。こういう葉っぱのことをよしというよ。ネペンテススキーは割と涼しい環境が好き。そして湿度も好き。はっはっは、私ってばダジャレの天才。今日も最高に冴えてるぜ。それでは毎回恒例の中身の観察に行こう。この袋も今年の夏が終わってからついたもの。だからあまり中身入ってないかもね。全体的に水は綺麗ね。でもやはり何かの残骸と、ここに一匹アメイロアリがいる。残念ながらそんなに大物はいなかったな。まあ袋ができてから短期間だったしね。スキーはとても育てやすくて有名。春と秋によく育ってくれるよ。猛暑と寒さは避けて、暖かい日の当たる場所で育ててください。土が乾く前に水をやり、霧吹きで湿度を保つのを忘れなく。室内でもうまく育てると小株がたくさん出てくるよ。それでは今回はこんなところで。ご視聴ありがとうございました。